日本共産党ゴーヤーの似顔理和重です。日本共産党兵庫県委員会は7月22日斉藤元彦兵庫県知事の疑惑についての見解を発表しました。内部告発に対し事実確認もせず事実無根嘘800公務員失格と決めつけ公益通報者の保護義務を踏みにじり内部調査だけで停職3ヶ月という厳しい懲戒処分にしましたが業者からの贈答品や職員への叱責など事実が次々と明らかになっています。告発した元県民局長を報復的に処分し自死に追い込み県政を混乱させた斉藤知事は県政を前に進めるのが私の責任と告発疑惑には答えず開き直っています。これ以上斉藤知事に兵庫県政を任せるわけにはいきません。日本共産党兵庫県委員会は斉藤知事に辞職することを強く求めます。同時に告発者が示した7項目について百条委員会で徹底した調査で真実を明らかにし県民の命と暮らしが優先される兵庫県政への信頼回復へ全力を尽くすと表明しています。